よし、オッケー、髪の毛ボサボサ。はい、おはようございます、川島です。時刻はですね、今、8時なんですけど、今日の動画は、見ての通り顔がね、ちょっとこう腫れぼったくて、ちょっとこうむくんで、目もね落ちてるんですけど、この状態から僕が毎朝3分でやってる目を軽くで二重を強くして小鼻鼻をね高くする3分マッサージについてね、今日は紹介していこうと思います。まあ、プラスで僕最後に涙プロを作っていくんですけど、朝のこのコンディションが悪い状態から二重をパパッと作って鼻を高くして涙袋を作るってことをね、まあ、3分ぐらいでやっていこうと思います。ちなみにこれがね やる前でやった後の写真ですね。こんな感じ変わりますので、ぜひね、やっていきましょう。ではですね、やっていこうと思います。まずはですね、顔の眉間ですね、眉間をまず捉えます。眉間でもうこの時にもう手っ取り早く全部やっていきたいので、まずね眉間をこうタッチします。眉間ですね、眉毛のこの眉頭、眉間をこうタッチします。この状態で鼻をねこう持ちます。こんな感じで、鼻に関してはこうつまんで前に出すイメージ、前回出した僕が鼻を高くするマッサージ、小鼻を小さくするマッサージを紹介しているこの鼻骨ってこの骨があります。鼻骨って骨、この鼻骨って骨を前に出すイメージでやっていきます。で、溝がありますのでそこを捉えていた状態で、前に出す出す出すって感じで出していきます。こんな感じですね、出す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 、こんな感じでやっていきます。で、二重に関してはこの骨ごとグッと押さえて上にこう骨を引き上げる感じで、上にこうグッグッグッと、この骨を上にグッ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 、上にグッグッグッって上に上げる感じでやっていきます。こう引っ掛けて上に上げる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 、こんな感じでやっていくとちょっとね少し骨が動いてくれるんですよ。少しね、こんな感じですね、グッと。あ、ちなみに、この前紹介したLINE アットかなり皆さんからメッセージもらってまして、まあ月に1回ですね、LINE アット限定の動画を出してきますし、僕もちょっと SNS とか YouTube に関してちょっと治療院の方は任せて、スタッフの方に任せてやっていこうと思ってますので、まあ、ぜひですね皆さん今後とも応援よろしくお願いします。あ、疲れた、めちゃめちゃ手が疲れた。で、まあなんとなく終わったら次どっちか弱い方を集中的にやっていきます。僕はちょっと目がまだ腫れ終わったので、ここちょっと集中的にやっていきます。で、目を集中的にやりたい場合はまた眉間をですね触ってもらって、上にこうグッグッグッとグッグッグッと上げていきます。あとは眉間を押さえて上に上げて左右に振っていくっていうマッサージすると、この辺の筋肉のコリがほぐれてきて、顔のむくみ、目の周りのむくみとか目の上の脂肪とかが軽くなってきます。で、これは眉毛全体をやってもいいです。眉毛全体を押さえた状態でこんな感じで上に上げます。まあ上に上げて左右に振った状態で、まあ1、2分ぐらいですね、ちょっとこうほぐしていくと筋肉がしっかりまた動いてきて、血流むくみをですね流してくれますので、まあ、このマッサージもねすごく有効的です。目が腫れぼったい人はこれを集中的にやってみてください。よし、 OK、 髪の毛ボサボサで、最後に僕は涙袋を作っていきます。まあ、この涙袋はこの動画を、ね、参考にしてやってみてください。では、最後にですね、また Twitter、Instagram、やってますので、Instagram の方に関しては、また Instagram 限定の動画も出してますし、Twitter、Instagram されてる方はフォローしておいてください。最後に、ぜひね、チャンネル登録も、忘れないように、チェックしておいてください。はい。ではですね、また、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。